はいどうもお疲れ様です気になる男シリーズももうね200話が近くなるともうこの1話を見ると確実に YouTuber としての力が1段2段上がるものの連発でお届けしようと思います今回はですね YouTube をやってるんだけどもなかなか結果に結びつかないそんな方にもう絶対に必要な動画になってますね再生回数を一気に伸ばすサムネイル 今回サムネイルにこだわってサムネイルに必要なワード50というのをお届けしようかと思いますのでよろしくお願いしますえちなみにこれはですねパイロット版なんで最後まで作れていませんえ一部だけご紹介しますけどもまあ十分これ YouTuber としてね生まれ変わろうという意識を高めるに,にいい内容になってますので最後までご覧くださいはいまずですね YouTube の再生数を伸ばす2つのポイントもうお分かりですよね今まで散々パら申し上げてきました それは動画の中身ではないんですよ。動画の中身じゃない。なんでそれっていうことをびっくりされる方もいると思いますけども、はっきり言って YouTube の再生数を伸ばすためのポイントってのはこの2つが99%です。ドンはい、タイトルですね。タイトルってのは YouTube に対して訴えかけるアルゴリズム。これに関連するんですよ。ですんでね、飯を食ったとかいうタイトルじゃちょっと厳しいかなと思いますんで、とんでもない感動するような食事ができましたとかね。もっと言ったらですね、 有名人の何々さんがおすすめしているお店に行きましたとかね。そういう感じで、すでに YouTube がピックアップしているようなキーワードを盛り込むことが大事です。次、ドン、サムネイルですね。今回のテーマです。サムネイルってのはタイトルによって引き付けられた人によってですね、まあ動画と人を結びつけるのがアルゴリズムなんですけども、その人が実際にクリックして再生するかどうかっていうことに関わる人の感情を すす、まあ、するる左右するのがサムネイルなんですよだからタイトルはアルゴリズムに訴えかけ機械ですよねそしてサムネイルは人に訴えかけるんですよこの2つの壁を越えた時に一生懸命作った動画が再生されてチャンスが生まれるってことになりますですんでタイトルがダメタイトルがダメでサムネイルがダメだと完全に動画って再生されないんですよどんなにコストをかけてどんなに思いを込めた動画も再生されなければ何も生まれません ですんでタイトルとサムネイルしっかりと作っていきましょうで今回はサムネイルに特化したお話をさせていただきますはいサムネイルによって人の心を動かすためにどんなことをすればいいのかってことになりますサムネイルが人の心を動かして再生したろっかなって思わせるか再生宣伝はこんなんっていう風に通り過ぎちゃうかそれともあすぐ再生したいすぐ見たいって思わせるか変わってきますどん サムネイルによってどうやって人の心を動かすか。それはね、訴求を使いこなすことなんですよ。訴求って何だかわかります訴求ってのはね、広告業界にもうしっかりと使われている言葉なんですよ。私も毎日この訴求をかなりね、えー、頭を絞って使っています。訴求。何の訴求でしょうか。じゃん。これね、訴求っていう意味はこういうふうな意味合いになってきます。消費者が購入する気持ちになるように表現すること。これが訴求なんですよ。 だから消費者の困ったところとか消費者が求めてるだろうなっていうふうな心理的な状態にキーワードを埋め込んでいく必要があるんですねじゃーんちょっとね例を3つ挙げてみましょうプロテインの広告を作ること依頼された時に私が考えることは大体この3つなんですよで1つ目例えばね一番左ですけども元世界チャンピオンガチンコそして竹原 TV というね YouTuber で有名な 竹原慎二監修のプロテインですよドーンって出てくることですね。竹原慎二さんが写真出てますけども、プロテインは全く出てこないんですよ、うん。でもこうやって売ることもできます。これはですね、牽引性なんですよ。ね。竹原慎二さんのことだったら大好きです信用してますっていう人が、竹原さんが勧めるもんだったら買おうかなみたいな。こういった牽引性の訴求です。で、仮に竹原慎二さんが全然無名だったら、多分こんなポスターでは売れないと思いますんで、 権威、えー、性はなななななか働かないかか働いってことになりますよねその場合はプロボクサーの勧めるみたいな形になるかなと思いますはいでこの権威性を使うってことは実はね新新規規ささんんんのの獲得にもすすすすごくるででよ今までプロテインなんて飲んだことがなかった人があ竹原さんが勧めるんだったらとかねえ世界チャンピオンが勧めるんだったらとかねあとは海外にもいろんなプロテインありますけども 日本人が、日本人のために作った日本製のプロテインみたいなね、そんな進め方もいいと思いますね。はい。この写真一枚で様々なプロテインの訴求ってのが頭をちょっとね、駆け巡っちゃいますね。これだけでね、1時間ぐらいあの動画が作れそうですね。はい、次行きましょう。真ん中です。ダンえー、これはね、プロテインを全部否定してますね。そのプロテインは高いよと。最新の技術の到来して、月1000円で効果抜群のプロテインがあるんですよ。っていう風な、 こんな広告です。これはですね、現状否定と転換ってやつです。今皆さんが思っていること、使っていること、やってることは、ちょっともう違うんですよと。古いんですよと。これからこういうふうにしていきましょうっていうふうに転換させるんですよね。今すでにプロテインを飲んで行動している人を別のプロテインに切り替えていく。場合によっては、プロテインなんかじゃなくて、健康器具でもう何もせずにね、お腹に巻くだけで筋肉がつくんですよみたいな、そんな方法もあるかもしれません。で、これはですね、 スイッチに訴求してるんですよ。つまりは、やってることをこっちに変えましょうってことなんで、えー、他社からね、ファンを引っ張ってくるために使うんですよ。ですんで、YouTube をやっていて、なかなか再生数が上がらないとかね、YouTube の塾に入ってるんだけども、なかなか結果出ない人に対して、これを使ったりします。いやいや、今その方法はダメなんですよ。今ね、実は YouTube ってこういう風になってるんですよ。みたいな感じで。 やってる人に対して新しい知識とか発想の転換を与えて引っ張ってくるっていう方法です。これは新規さんの獲得というよりも、えー、他者からね、人を引っ張ってくる奪い合いの法則になってきます。で、三つ目。新製法、KN 式プロテイン。ね、これ何でしょうかこれはっきり言ってね、訴求がない状態です。これは売れないですね。この三つの比較をして、何にも訴えかけてないんですよ。ただ、 新しいもの好きな人はちょっと気にするかもしれませんし、KN 式っていうね、今これ私が、ね、今考えたんですけども、KN 式プロテインって言って謎めいたものとか、ちょっと都市伝説チックなものに興味がある人はもしかしたら、なんか捨て値でこれを買うかもしれませんね。で、こういう場合はもう価格をね、実際は4980円なんだけども、初回限り500円とかやると売れます。うん、なんかそういう風なね、テクニックに使うことなんですよ。 無名であり、全く知られてないものを売ろうと思うと、価格に訴求するってことが必要になりますけども、価格を打ち出す前に、全く頭に上らない、先入観にないようなキーワードを埋め込んでよってわざとね、で、興味を持った人に対して、1回目は安く、ぜ、え、ひ、ー、使ってくださいみたいな、最近多いですね、こういうのね。<laughs> これもね、一定の効果を上げてるんですよただ訴求がないんですよ。 うん。だから、訴求がないのが訴求っていうことは、基本的にはないです。これは高等テクニックなんで、広告費を莫大使えるんだったら、こういうのはあり得ます。ただ、広告費を使わない、まあ、普通のね、YouTuber さんがやるんだったら、こういうのは避けた方がいいですね。こういった訴求のないやつっていうのは絶対ダメですで。訴求を明確にすることなんですよ。ですんで、権威性を使うために、チャンネル登録1万人の何々に認められたってやるかね。それとも、真ん中辺りですね。もう、その YouTube のやり方とか、 アウトプットの方法は古いんですよと。ここをこうやんないと、みたいなね。えー、そんな発想の転換を用いるということで、他のところからね、ファンを取ってくるっていう、そんな訴求がありますということですね。いかがですかちょっと頭整理できました。次行きましょうか。もうちょっとありますからね。はい。で、サムネイルの訴求で強いのは何かっていうとね、さあ、キーワード50に迫ってきましたけども、残念ながら今日はね、50は紹介しません。タイトルでサムネイルの おビッグキーワード50っての書いてますけどもあれはねまあつかみです50ってのは実際ありますけども今回は50を説明してるとねとんでもない時間かかっちゃいますんでやりませんでもちょっとだけ紹介するとサムネイルの訴求で強いのは何かっていうとね否定表現とか断言なんですよねなんか曖昧な表現とかねふわっとしたものってのはダメでうんまあそういうのがね合ってる動画もありますけどもねでも基本的に成立しようと思ったら 規定表現をを用いて断言すすることなんですよそれじゃダメだよこうしないとっていう風なもんですかね具体的に言うとこんな表現があるんじゃないかなと思いますはいやめろとか無駄だよと時代遅れだよっていう風なことを突きつけてその代わりこっちですよっていう風に引っ張ってくるってことですよねはいそしてね肝心なのはサムネイルとセットで考えておかなければならないものがあります何だと思いますサムネイルだけ考えたんじゃダメなんですよ それからね、動画を作った後でサムネイルを考えるのもこれも違います。サムネイルとセットで考えるもの、それは画像です。画像むちゃくちゃ大事なんですよ。だから適当にね、画像を貼り付けたりとか、やっつけでやっちゃダメですよ。画像がサムネイルと、サムネイルのワードとですね、どう組み合わさって爆発的に威力を生むのか、逆に人を遠ざけるのか、ここをよくよく吟味しなければなりません。画像、じゃん。 訴求にマッチした画像を使いましょうね。ね。だから何でもかんでも画像をはめ込めやいってもんじゃないんですよ。場合によっては画像によって再生されなくなっちゃいます。なぜなら訴求しないからです。逆訴求になっちゃいます。こんなん見てもダメだと。これはダメだっていうふうに思わせると画像を0.1秒で見た瞬間にもう次の人の動画の方に興味がいってしまいます。そして二度と再生されません。しまいにはですね、チャンネル解除も起きます。画像、大事ですよ。 だからね、なぜこの画像にしたのっていうふうに、例えば私が聞いた時に、回答できないといけないんですよ。ね。例えば、いろんな動画私のところにも送られてきますけども、画像、サムネイルがついてますよね。え、これなんでこの画像にしたのなんかこれ意味あるんですかどういうふうな訴求でこの画像を取り入れたのその画像とキーワードの組み合わせの意味って何なのこれ回答できないといけないですからね。はい。じゃあちょっとね、一例を即席で作りましたんで見てください。 タイトルとサムネイルの組み合わせなんですけどもタイトルはねこれ画像の組み合わせどっちがいいいと思います、ね、画を短大で見るとこのね私がなんかね憲法の構えをしてるこんなのはね受けないですよねそれに比べると画像だけを見ると右側の女の子がちょっとねセクシーな <laughs> こう入れたちをしてるこっちの方が人目を引きそうですよね ところがですね、訴求ポイントを一つ決めると、全然だめじゃんみたいな画像になるんですよ、ね。右側の画像なんてね、40代から始める最強の武術って、こんなことを書いたら腹立ちますよね、なんだこれ、釣りのためにこの画像を使ってんのかよ、内容大したことねえなっていうような判断になります。でも、左の方向を見てください、40代から始める最強の武術おなんか道着きて、道場で本気でやってるじゃんあ構えもなかなか様になってるよねと。 うんと、見た目40代ぐらいの人だな。なるほど。っていう,うになるでしょだから画像とタイトルがどういう風に組み合わさっているかってこれ非常に大事ですよ。もう右側なんてね、もうとりあえず瞳を引きたくってやっつけてやってるっていうのが見えて、こんなん再生してたまるかよみたいなことになっちゃいますからね。ご用心ですよ。はい。そして、サムネイル作成における必要作業。じゃあサムネイルを作るために、その基礎の作業が必要になってきます、実は。 サムネイルってね、動画を作った後に、はい、もうしょうがない、サムネイルとりあえず作っとけって作るもんじゃないんですよ。実は。サムネイルにものすごくエネルギーを使うんですよ。動画を作るなんてことは朝飯前で、サムネイルをどう使うか、そして何を没にして何を採用、最終的にするかってことに新を注いでるわけなんですよね。そういうのって考えたことありますかねサムネイルの大事さって多くの方が認識してますけども、結局動画を量産する中で、サムネイルは放置になっちゃうんですよ。 で放置になるから効果が出ない効果が出ないからやみくもに作業するっていうふうなおかしなスパイラルに入っちゃいます私が10年以上この YouTube っていうのをやってきてサムネイルの重要性にもしね重点を置くんだったらむちゃくちゃ大事だということになりますし大事だったら作業がきっちり必要になってくるんですよじゃあ作業の一つ目どんなことを作業するのかってことをお話していきますねまあお話したようににあった 写真とワードの組み合わせをリスト化してくださいと。リスト化してますかこれ。その場でいきなり作ってませんかいや、あの、プロになったらそれができますよ。でも、まだね、全然再生数上がってない、チャンネル登録が思ったように増やせてない、稼げてない人が、ポンポンポンと適当にやっちゃダメですよ。ね、効果が出てないからこそ、基礎をしっかりと固めていかないと。早急にやった写真、そしてワードの組み合わせをリスト化しますかその前にですね、 訴球用のワードの一覧表作ってますかこういう訴球用のワードが例えばね50個とか100個とかっていうストックがないとダメですよ。ワードにものすごく特化したこの勉強に時間を費やしてるかどうかが一つ。もう一つ。サムネイル用状況別画像のストック。画像のストックしてますかそれこそね、私も今回1万ぐらいの AI アートをこの三ヶ月で作りましたよ。お金もかかりました。で、それは 1> 1万個画像を作ることによって自分が使いたい状況の画像に巡り合えないかどうか探してるんですよ1万個を探してですね使えるのが10個ぐらいです、うん、そのぐらい精査しないといけないんですよねでしかも精査して今回 AI アートでたくさんの画像を作りましたけども使えるものがほとんどないんですよなぜなら私がね可愛らしい女の子の画像をサムネイルに使ったところで 採生してみたら出てくるのは私ですからね。ふざけんなとか言われますよね。ですんで、私に適したアートっていうのはまだまだ探さないといけないですし、今のところね、私はね、自分が撮影に行った画像を使うのがいいかなと、まだ思ってますね。まだ、あの、AI アートとかをサムネイルに使うレベルにはなってないかなと思います。はい。で、サムネイル作成における必要作業のパート2ですけども、 さあ、ワードと画像の用意をしました。そしたら二つ目は何をするかっていうと、今伸びている動画のサムネイルのリサーチをしていきましょうってことです。他の方のね、再生数の伸びを見て、そしてタイトルとサムネイルを見る。この作業だけに一日使いあの、使い果たしてるかってことなんですよ。人の動画を見て面白い動画だなとかじゃないんですよ。あのね、再生もしないのに、 再生数とサムネイルだけを見るっていう作業を1時間2時間ずーっとやるんですよ。やってますかってことなんですよ。多分伸びてない YouTuber さん、この作業2はやってないでしょ。作業1はやったにしても。ってことは、サムネイルに全然思いが込められてないんですよ、うん。再生されないですよ、そんなの。そんな適当にやっても。で、まだまだ言いたいことはあるんですけども、サムネイル1個についてもね、このぐらい熱々と語れるぐらい、私の場合は、 やっててきたってことなんですよ、ね、はいで今伸びてる動画のサムネイルのリサーチなんですけどもどんな画像が今伸びてるかどんなワードが伸びてるかパラパラパラっと今答えられますかリサーチしてればその傾向がすぐに答えれるはずなんですよというかもう使ってるはずなんですよ、ね、リサーチしてないから分かんないんですよで他者から学ぶことをやめてしまってねもう学べないですよね 例えば誰かのコンサルを受けました。そのコンサルだけでいいんでしょうかね。そのコンサルさんも使いながら自分でもリサーチしていくってことをしなければならない。もっと言ったらコンサルはですね、リサーチの方法を教えてくれるかどうかなんですよ。だから今お伝えしてます。私が今ね、この動画をご覧になっている方にお伝えしているのは、どういうふうな作業を自分ですると力がついていくかってことです。作業1、ね、サムネイルのワード、画像、 これをたくさんストックしてますか組み合わせの練習してますかってことをね1で申し上げました作業2じゃあどんな画像とどんなワードの組み合わせが高い再生数を作っているのかってことをリサーチしてますかってことなんですよこの作業1と2やってますかやってないでしょやってないから今この動画を見る羽目になってるんですよね次ですあとね何に訴求してるかってことをちゃんと見えてますかってことなんですよどんなサムネイルも何かに訴求してるんですよ効果が出てるやつは ね、だから何に訴求してるかをそのサムネイルを見た時にパパッと答えれるように訴求に対してチュんとね自分で頭使って、あのー、理解してないといけないんですよ、ね、何に訴求してるかねだから牽引性って言ってねあの竹原伸二さんが出てくるやつかそれとも人物なんて出てこずにそのプロテインダメですよ新しくこういうのがありますよとかね どういうふうなものに訴求してるかってことがちゃんとサムネイルからあの話題がね出てくるようじゃないといけないだから私が私とね YouTuber 対談とかありますけどもその中で「いいサムネイル見つけたんですよ」とかね「このサムネイル何に訴求してると思います?」みたいな感じでこうやって話し合いが進むとすごく役に立つと思うんですよはいで自分の動画ジャンルに適してるかって問題もありますよね せっかくね可愛らしい女の子の写真を撮った画像を作ったでも再生したら、ね、出てくるのが私の顔だったとかねかふざけんなってなるでしょだからサムネイルから画像とかねキーワードから、まあ、こんなさない動画の内容なんだろうなっていうふうに思ったその通りの動画が再生されないと信頼を失うってことなんですよ要するにサムネイルで釣ってるって思われたらねもうねあの塾なんて売れないですからね あこの人売るためだけにやってるわってなるんですよだから実はサムネイル適当に作ると成立に関わるんですよそれこそね問い合わせすら来ないっていう状態になりますからねまあですんで本当にねサムネイルって神経つ注ぐ必要があるんですよそれが少し伝われば今回の動画もちょっと意味があったかなと思いますはいそして常識の転換できていますかっていうふうなことですけどもえっ、ー、とどんなことを私が言おうとしたのかちょっと忘れましたね はい、そうそうこれでしたあの今までお話してきたことのまとめになりますけども動画を作って最後にサムネイルをポンとつけるんじゃないんですよまずねサムネイルを作るんですよサムネイルを作ってから動画を作るんですよこれ例えるとねまずはあの飲食店作りました看板作りましたその飲食店はお好み焼き屋さんですでお好み焼きのレシピをその後作るって感じなんですよそのぐらいの発想の転換が必要ですよ サムネイルを作ってから動画なんですよ。で、私の場合は、サムネイルってのは、今までね、随分撮影に行きました。まあ、あの、最近も行ってます。サムネイル撮影をするときに、動画の構想をするんですよ。最近ではね、寺にまたね、撮影に行ったんですよ。寺に撮影に行って、で、自分の車と行ってですね、車と寺の組み合わせ、そして、時には私自身が出るという組み合わせで、どんな動画をしようかなと思ってね、考えながら、サムネイルの、 画像の撮影するんですよ。だから動画を撮った後に、なんかこの動画にあった画像ないかなとかって探すんじゃないんですよ。逆なんですよね。サムネイルを作った時にはもう動画ができてるんですよ。構想が。で、撮影は後付けなんですよ。そのぐらいの発想の転換が必要です。はい、ちょっとね、一例を出してきました。サムネイル撮影するときに動画を構想するってことなんですけども、まずね、左上ですけども、わざわざ私が、 後ろ姿を自分でこれ自撮りしてるんですよね。でこれはこのタイトルとまあ、こういう風なねフォーエバーっていうことを匂わせるための動画にしようと思ったんであこれは後ろ姿で去ろうとしてる私の姿がいいなと思ったんですよそれによってあ速歌塾は終わっていくんだもう最終回なんだっていう風な雰囲気を出している時途中のこれ動画のサムネイルだったんですよね でですんでね、もうすぐ即果塾は最後のセールスですよとかねもう即果塾はセールスしませんよってことを散々パラこの時期っていうのはあの動画で言ってたんですよで最終的に即果塾のイリュージョンっていうね最終回イリュージョンっていうのは吉谷さんとやってるあのあれですよねセミナーなんですけどもだからずいぶん前ですよ <laughs> だからイリュージョンのリアルセミナーに勧誘するためのこのサムネイルなんですよそしたら動画をずーっと見てきた人で どううしよう合宿行こうかなどうかなって迷ってる人があ今回逃したらもう本当終わりなんだって思わせるようなサムネイルをわざわざこの姿で撮影に行ってるんですよだからねあの何のための動画を作るためにサムネイルを撮ったのかサムネイルの撮影にしたのかってことタイトルをどう決めたのかってこと全部そうなんですよね真ん中行きましょうか即華塾って書いてますこれもねわざわざね撮影に行ったんですよこれ岡山の方に撮影に行って 後ろの、あれはねあの、古民家なんですけどもね。なんかいい感じの古民家にわざわざ和服を着ていって、それでこうやって星座をしているところで目を、まあ、つぶってね、瞑想しているところを撮影したんですよ。その時に、このキャッチコピーもすでに考えました。事体もそれに合わせたものを選びました。そっか塾の、これね、セールスのためのサムネイルです。後払いでも全く問題なし、もうかかってから払うでも OK。まあこのキーワードも魅力的なんですけども、もう落ち着いてね、 あなたの来るのを待ってますよっていう風なね、誠実さを表すための、まあ、この雰囲気の画像なんですよね。えー、次、全く様相が変わりましたけども、右側、ドローンで飛んできましたってからね、宇宙船艦元の艦長みたいな格好をしてますけども、そして、えー、これはね、実際にドローンで撮影してきた画像を組み合わせてるんですよ。まあ、ですんで、これはね、ドローンのカリキュラム、ドローンで動画撮影をして、それで YouTube の再生回数を上げましょうみたいな、そんなカリキュラムをやったことがあったんですけども、そのための、 サムネイル撮影に行ってるんですよ。で、もっと言ったらね、自分で趣味でドローン買って、あ面白いなと思ったから、その場で撮影して、おっ、このドローンのコミュニティ作ろうかなと思って、わざわざ宇宙戦界までのコスプレに着替えて、で、撮影して切り抜いて、このサムネイルを作ってから、じゃあ、カリキュラムを作ろうかなっていうふうに考えていったんですよね。はい、そしたら今度は左下ですね。えー、これはね、FX の教材を販売する時の、えー、一つのサムネイルです。 負けない即化塾投資術って書いてますけども、FX は書いてません。投資というふうにわざわざ入り口を広げてるんですよ。そしたら投資に興味がある人が、まずね、ここに興味を持っていただいて、この画像を再生したら、一体どんな投資なのかなってことがだんだん分かってくるんですよ。その中で、投資全般に言える資金計画っていうのについて語っています。さらに、私の熟成産の感想を15話、これをね、えー、紹介してるんですよ。15話分です。 だから結構長い動画になりますでこれを再生したらまずは投資全般に興味があった人が「あちゃんと資金計画してるじゃんこの人」っていう風になってきてでその資金計画をもとにどうやって投資で勝ってるのかなと思ったら FX のことをね淡々と語り始めるんですよで最後に私のこの投資術資金計画で資金を減らさずに増やしていく方法を FX で実践してますよっていう風な畳み掛けになってるんですよね まあこれによって、今回は、この時はね、私の教材ではなかったんですけども、教材七70個、30万の売れてるんですよね。70個ぐらいですよね。だから、30万で70個ですから、2000万ですよ。このサムネイルで2000万売ってるんですよ。はい。で、次です。これはですね、信じるっていうのは思考停止のことなんですよ、と。だから、あの、ま、例えば宗教とかね、あと、誰か一人を信じるとかって危ないですよ、と。信じちゃうってことは、もうね、 あのそればっかりやるってことなんで常にリスクエッジで信じてたものがねダメになったらどうしようってことを考えながらやっていくんですよっていうふうなそんなタイトルですよねそして後ろの画像どうですかこれはね島根県か鳥取県だったかな鳥取県のね水木しげる記念館かどっかに行ってこういう妖怪のくる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 周りの画像があるんですよそれを撮りに行ってるんですよ <laughs> まあこれは旅行のついでに撮ったんですけどねあこれ使えると思ってとりあえず画像を撮ってきたんですよ そしたらこの時の思考停止っていうキーワードとうまくはめ込めたなっていうので使っていますだからね私の場合こうやって自分自身が出てくるサムネイルが圧倒的に多いんですけどもだって自分が顔出しで喋ってますからね <laughs> そうなりますよねだからここにかわいらしい女の子が出てきてサムネイル作ったらで再生したら私が出てきますからなんだこれってなっちゃうでしょうんだからねやっぱり画像の責任って重いんですよサムネイル画像の責任って サムネイル画像に出てきた人が当然動画再生したら出てくるだろうなと思って再生しますからね。らタイトルもそうでしょサムネイルに書いてある文字が動画で詳しく語られると思うから再生するわけでしょサムネイルで出てくる画像の人が出てくると思うから、もしくは背景と関係があるものが出てくると思うから再生するわけじゃないですか。だからね、動画の内容と関連付けてなかったら、これサムネイル詐欺になっちゃうんですよね。で、人気がなくなって再生されないし。まあそういうのは、 本当に勘違いを生んでですねあの YouTube の信頼そのものも毀損しかねないというところまでちょっと話は大きくなりますじゃあそろそろ最後になりますはい、えー、例えばねこういうふうなサムネイルも結構効果がありましたってことで最後に紹介させてもらいますえっ、ー、と「即果塾の YouTuber 養成講座」ねこの中では実際に効果のあるサムネイルのキーワードとか画像の例とかね組み合わせたサムネイルの私の10年間の蓄積を全部こう紹介してるんですよ その中で特に効果があって一気にね再生数が10以下だったやつがいきなり30004000になったみたいなそんなサムネイル1本サムネイルを変えるだけで効果が出ましたよっていうのもバンバン紹介してますでこれ負担にならないように10枚単位で紹介してますんでその10枚を見てあ参考になるなと思ったらすぐにパクってもらうとねタイトルとか画像の雰囲気をパクってもらって場合によってはね私が撮影したものを差し上げますんで,でそれを使っていただきたいと思います で今回のこのサムネイルなんですけども私がねセミナー講師みたいな格好をして会議室でホワイトボードの前で喋ってるでしょこれは実際にセミナーを私がやっていた時の画像を熟成、あのー、さんから頂い,いたんですけどもねでここにホワイトボードには1000万円稼ぐ方法っていうことでお話をしていたんですけどもでこれを使ってですね1人で稼ぐマインドもノウハウもコツも失敗の法則もお伝えしますそっか塾 YouTube 専科ってありますよねで今回は あの実際にこの YouTube 専果の成立はしてないんですけども例えば YouTube の一つのねコミュニティとか塾を売るとしたらこんな感じになると思うんですよで10年連続月収200万の伝授をしますよとで私は10年連続でこれを実際達成してるんでこのぐらいのレベルからはお話ができますよってことなんですよまずいっすんで YouTube で稼げてない人とか YouTube での,その経験年数が少ない人から学ぶかそれとも もうね、10年前から動画を投稿して、今に至るまで動画をね、このペースで投稿している、私の言うことを信じるか、まあ、その選択になってくるかなと思いますえ。もちろんね、私はね、自分のことを信じさせるために、あの手この手を使ってるわけではなくって、ただ実際に自分が見てきた景色を、見てきたまま等身大でお伝えしてるだけなんですよね。だから、売り上げに焦ってね、畳みかけるようにやってる、そういう人とは違いますんで。えただ、今回申し上げますけども、別に YouTube 戦艦私、売ってませんからね。 だから本来でしたらここから誘導に入るんですけども今回は気になる男シリーズというねそのコーナーの一つとして今回のスライドショー動画やってますんで本当にこの YouTube 要請講座があると思わないでくださいねただしいつでもできますサムネイルの50もいつでもお伝えできます 今日はやりませんけどもね、えー、ちょっと話しただけでもこんだけ30分ぐらいになっちゃいました <laughs> 本当にお疲れ様でしたまだ気になるとこシリーズ続きますんで、えー、ぜひねこれからもお楽しみいただければと思います、えー、私もそうですけども覆名 YouTuber のタカさんも、あのー、副収入をね、うん、やっぱり YouTube で作ってほしいという思いからこのやり取りさせてもらってます、えー、ぜひね今回2 0二十か12月20日になりますけども21時から タカさんとのズーム対談ありますんで、そちらの方もご覧いただければと思います。じゃあタカさんね、あの、スケジュールの方を調整していただいたと思うんで、あとはね、どんな内容で話を進めていくか、こちらの方もまた教えてください。よろしくお願いします。では、ありがとうございました。